生のフェットチーネフェットチーネ、アルフレードフェットチーネはパスタの一種。イタリア語で小さなリボンという意味がある。日本ではフェットチーネという表記も見られる。トスカーナ料理とローマ料理で人気のあるパスタの一種。卵と小麦粉から作られる平打ち麺で、通常は小麦粉 100g とに1個の卵で作られる。同じ平打ち麺のタリアテッテとよく似ているが、 タリアテッレは幅 5mm 程度となり、フェットチーネは幅 7.5mm 前後のためやや幅広い。伝統的には新鮮な生パスタで使用されるが、半生や乾燥したものを店頭でも購入できる。フェットチーネは牛肉のラグーや鶏肉のラグーと共に食べられる。ローマで生まれ20世紀半ばに進化したフェットチーネ、アルフレードが米国で絶大な人気を博し、 イタリア系アメリカ料理の基礎となった。スペインでは小麦粉と卵にほうれん草を加えてフェトチーネを作る。都市銀座にあるミートソース専門店。粗ひ引肉の旨味が詰まった絶品パスタが味わえる。毎日新聞。2021年6月17日。2021年6月27日閲覧。ローソン。 専門店の腕利きシェフが作ったような本格パスタ二品、発売、六種チーズの生パスタリングイネ、角切り牛肉の生パスタフェットチーネ、食品産業新聞社、2020年8月28日、2021年6月27日閲覧、川崎マヨ、家庭菜園のバジルでプロ顔負け主料理、料理番組やってみてはなど絶賛相次ぐ、スポーツ放置。 2020年11月21日、2021年6月27日へ閲覧、ありがとうございます。